寝る前の石原誠さんの詰め将棋2、3手詰めオンリー50問1本勝負、寝る前にやっていきたいと思います。昨日の夜してなくて、今朝もしてないんで、だいぶね気力は落ちてるんじゃないかなっていうふうに思って、すごく不安なんですが、まあ20分以内で解けたらいいのかなと。やっぱちょっとしないだけで本当にね気力はどんどん落ちていきますから、まあ、どんなに自信がなくても常にね前を進んで、できなかった分2倍3倍解いていかないといけないなっていうふうに思ってるんで、頑張っていきます。最高、13飛車なりの13金ですね、2一竜の3二金、3三竜の2三金、1四飛の2五歩、5四飛の6二金。まあ正直手筋を覚えるって感じだと思うんですよね。4一銀の4二金、1四馬の2六竜、2一角の2二金、3一飛の3最悪2二金、こんなもんですよね。1一飛の2二金、3飛の2三飛車成りか、3二角成り2二1飛、4二竜の1二銀、3飛車成りで2三馬角成り、3四角の4四金、3三馬の3四金、1三飛車の3三竜でいいんですね。ちょっと不安、これも苦手、ここが苦手な、11そうですね、1三角成の1四飛か、の3五金、2三竜の2四金か、21問、最悪、2三竜の3三馬か、22問目、2二香の2三桂ならず、23問目、そうですね、3二角成りの2二金銀成り、2四角の2三金、1四飛車の2六竜、
1一飛車成、そうですね、1四角成ので、2四飛車成、3一馬の3二金、3一馬の5二角飛車成、1一飛車の2二金か。さあ3九もんね、これが苦手なんですよね。2二角飛車成、いつも間違うんだよな俺。これが本当に苦手なんですよ、さっきの。1四じゃないですよね。そうですよね。これが苦手なんですよね、本当に。なんでそれがそんな苦手なのかって言われたら、微妙っちゃ微妙なんですけど。ですよね。バカ、愚か者。2二。さあ31問目。2一角の2二金。さあ32問目。3一角の3二金。さあ33問目。1四飛な気がするんですけど、違うんですよね。2五飛の、これはちょっと高度ですね、勝手に思ってるんですけど。39問目。1三角成の2三金。さあ、40問目。1二飛車。そうですね、1二飛車。さあ41問目。
フィニッシュまで。逃げられたらダメだから、こっちを潰して。13。13、竜、同。13、竜か、13、竜、同玉。そうか、どうで終わりかですよね。これ苦手なんだよな。ですよね。さあ42問目。これも苦手なんだよ。考えすぎほど恐ろしいの。43問目だいぶ時間かかっちゃってるんだな。桂で上げて、31。さあ44問目。まだいって一緒で、32。アホアホすぎるぜ。で11か。さあ45問目。46問目。31。そうですね、31日の32金。さあ次ですね、33角の23金。さあ次、竜の22金。さあ39問目。32角成の22竜。さあ50問目。12金の11金。いやー、だいぶ時間かかっちゃいましたね。やっぱちょっとやらないだけで本当に一気に落ちるんで、もう本当にちょっとでも休んだりとかできなかったら2倍3倍やらないと元に戻らないなっていうふうに思うんで、もうね、時間はないんじゃなくて作らないといけないと思ってるんで頑張っていきます。